テスプロティア県は、ギリシャ共和国のイピロス地方を構成する行政区の一つ。県とはイグメニツァ。イピロス地方の北西部に位置する行政区である。県とイグメニツァは、州都ヨアニナから西南西へ約5 3トル首都アテネから西北へ約3 5 0トル、プレベザの西北約7 4トルの距離にある。西に、 イオニア海に面し、北にアルバニアと国境を接する。県の東はヨアニナ県、南はプレベザ県とそれぞれ接している。テスプロティア県は山がちな土地が多く、農地は主に谷に見られる。また、ティアミス川とアヘロン川が県内を通っている。テスプロティア県の海岸部は地中海性気候である。県の東部及び高地部では、 冬が寒い鉱山気候がやや見られる。テスプロティア県テスプロティア県は以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。テスプロティア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのテスプロティア県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は 渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものは木のティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。1996年にエグナティア高速道路の建設が始まり、2004年に開通し、 イオニア海とテッサロ2キが結ばれた。県内の道路には、他に国道6号線と19号線が通っている。また、イグメニサ港からは、ケルキラ島やパクシ諸島へのフェリーが運行されている。ありがとうございます。